小鳥生活、理想と現実。我が家の場合、可愛い,い小鳥が自分のすぐそばを飛び、歌ってくれたら、まるで絵本の世界みたいで素敵ですよね。実際に鳥を飼ってみて約1年、理想と現実のギャップが見えてきました。鳥たちは美しい羽や可愛い歌声で私たちを楽しませてくれます。カゴの鳥という言葉もあるように、ずっと狭い鳥カゴの中でいるのは可哀想だと思う人もいるでしょう。 理想的な環境とは、鳥にとって危険なものをすべて取り払って、広々とした一部屋を丸ごと鳥のために使うことができたら最高でしょうね。鳥が自由に飛び回り、さえずりながらあなたの肩に乗ってくる。まるで自然の中にいるみたいに過ごさせてあげたい。そこで優雅にティータイム。美味しい紅茶に甘いケーキ。鳥と楽しくくつろぐ最高の癒し時間。 しかし、現実には、鳥たちはある程度の大きさの鳥かごの中で、一日の大半を過ごします。安心できる我が家だと思ってくれていると思うのですが、自由に飛び回るということはできませんね。なので、包丁時間を、だいたい一日に1時間から2時間ぐらい設けています。カヤテントでの包丁なので、鳥たちも鳥かごが大きくなったような安心感の中で楽しく飛び回っています。どうぞ。かやテントを用意してみると、鳥たちが騒いで待っているので、 やっぱり包丁タイムは楽しみにしているんだなと実感します。私は最近は文字通り蚊帳の外で本を読んだりパソコンをしたり好きなことをしています。普段使っているお部屋に放つ包丁だと目を離さないで窓に気をつけてドアに気をつけて人間が寝るなんてもってのほか人間の食べ物を鳥が食べないように片付けて鳥を踏まないように気をつけて家具の隙間に鳥さんが入ってしまわないように気をつけて 気をつけることが山盛りです私はズボラなので、毎日それを対応しきれなくて、鳥は鳥で好きに遊んでもらう、私は私で、そばで自分の好きなことをして見守るという今のスタイルに落ち着きました。近くでお昼寝をすることもあります。そして現実の困りごとは、鳥かごに戻るのは鳥の気分次第なことです。 理想的には小鳥を呼んだら手乗りになって戻ってきてくれて、そのままカゴに入ってくれること。うちでは無理です。こんな風にもみもみをして触れ合うこともできますが、これも条件が整って触らせてあげてもいいよと鳥が思ったら触れます。うちの獣始末、気質的には従順な犬ではなくて、 気まぐれな猫タイプですね。カヤテントでの包丁は餌をあげないで包丁を返し、そして1時間半くらい経ってお腹が空いた頃に餌入れを鳥かごにつけます。すると餌に釣られて鳥かごに戻ってもらうという方法です。朝は可愛らしい鳥の歌声で目が覚めて素晴らしい一日の始まりが理想的なのですが、現実は私が鳥さんを起こします。 おはようと声をかけて黒い布を取って鳥を捕まえて触れ合いタイム最近では大ちゃんはこの朝市の時にしか捕まえさせてくれません他の時は警戒して逃げていきますあと鳥の声は呼び鳴きが結構大きいので近くにいるとうるさいです仲間を呼ぶ呼び鳴きや 近所のスズメの声に反応して出す鳴き声も大きいです。体の小さい重始末なので、ご近所に迷惑になるほどではないと思いますが、鳥の好きな時に好きな音量で鳴きますので、よろしくお願いします。あと、鳥を飼いたい方に朗報なのですが、重始松の糞は臭くないです。無臭です。鳥自体にも匂いはほとんど気になりません。臭くはないです。乾麺のそうめんの袋を開けた時のような匂いがほのかに香ります。 鳥の匂いを嗅ぐ鳥水というのをうちの重始松たちもやらせてくれます。鼻を近づけても嫌がらないのでそんなに嫌じゃないんだと思います。もしくは飼い主の趣味に付き合ってくれているだけかもしれません。匂いについては鳥たちが水浴びをした後は匂いがいつもよりも強く感じられます。そうめんの香りのびしょびしょの重始松さんです。小鳥を飼う前に思っていた理想のイメージとは結構違いますが、 毎日マイペースにうちのスタイルで楽しく小鳥生活を送っています。十四松のいる生活はとても賑やかで楽しいです。けれど理想と現実は食い違うこともあります。小鳥を飼う前にはしっかりとその鳥の情報収集をして自分のライフスタイルやお世話の手間をかけられるかどうかよく考えてみてくださいね。小鳥との生活を楽しくするために責任を持って自分なりのスタイルで付き合っていけば 小鳥との絆を深めることができるでしょうどうしたあ、落ちてる飛んでけ飛んでけん